ですぐらいと買わないとね。おい、カリスマ店員、いらっしゃいませ。いい商品があるんですよ。見せる。これは学校だね。学校に。お、かえで偉いね。うん。宿題やってた？そう。ママ。うん？なんかさ、いつも暗いんだよね。カエデの頭の影で。ライトがこう影になっちゃうよね。ほら、デスクライト買わないとね。うん、でも何かいいのあるかな。カリスマ店員さんに聞こうよ。そうだね。おーい、カリスマ店員、いらっしゃいませ。はじめまして。スクライト、はじめまして。カリスマ店員でございます。あ、カリスマ店員さん、あのうちの息子がですね、はい、暗くて、うん、勉強がしづらいらしいんですよ。はい、あの、おすすめのデスクライト、あの、お願いします。あるんですよ、昨日入荷したばっかりのいい商品があるんですよ。こちらなんですけど、なんか可愛いね。なになにこれ。こちらの商品はですね、マインドデュオという商品になります。ちょっと開けてみますか。はい、お願いします。はい、おー、あー、血が、血が。ちょっと組み立てがあるんだね。そうなんですよ。え、なんか薄くてかっこいい。近代的って感じ。こんな形見たことありますか？見たことない。ですよねー。グラララララララ、白ひげだなんでね。でね、こちらの照明範囲がなんと95センチ。だからそういう、こう湾曲になってるんですね。はい。はい、組み立て今終わったんですけど、実演していきたいと思います。はい、ここに手をかざすと電気がつきます。じゃあ、あーちゃん、ここをじゃあ一回照らしてみよって。はい、これで電気がつきます。手をかざすだけで、はい、消したり、はい、つけたりできるんですね。そうなんです。おー、すごい。はい、でこちらのすごいのはですね、自分の好きなように色の温度を変えることができます。あの、オレンジにしたり。そうです、そうです。どうやって？ここちょっとボタンを押していただきます。はい、はい。で今なんか変わった。青いのと赤いのがついてますね。赤い方向に今回すと、お、色変わったのが分かります。もう一回、お、変わった。色はこちらに優しい色。おー、すごい。絵本を読むときとかはこういう色にしたりとか、もう調整ができるってことです。で、これ押していただくと、はい、このような、うん、緑色と外側白、はい、ね、これで光なんですけど、これを弱くしたり強くしたりできます。これ暗くしてます。赤になった。もう暗いよね。これ暫くなると暗いですと、適してませんよっていう。で、回して明るくさせると、あ、ちょうどいいですよ。ちょうどいいですよ。うん、青になった。青になりました。こちらは明るすぎますというような、ここにはね、3つの状態を教えてくれます、うん、手動で、うん、大変だなど、うん、なんだっつんだバカ野郎って、うん、その時ワンタッチで変わります。え、
チで調整してくれるの？そうなんです。自動調整ができるんです。どうやって？まず、またさっきのようにゆっくり本が読みたい。はい。その時はここを2秒押します。はい。1、2。おお。変わりましたね。ちょうどいい、ちょうどいい。うん。いいですね。調整してくれます。さっきなんかちょっと明るすぎた。そうですよね。ただ今ほら、まだ白い。うん。なので、さっきのような電球のようにしたい。うん、またこれ2秒押します。うん。1、2。おー、このようにね、今ほらすごい調整されますよ。おー、すごいすごいすごい。2秒押すとちょうどよくしてくれるんだ。そうなんですよ。すごい。気に食わないんだったらもう自分で調整するのが一番。楓君、勉強してください。はい。うわ、ついた。こちら、カタルスコンダス。カタルスコンダス。カタルスコンダス。こちらの概要欄から見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。すごい楓、こんな素敵なデスクライトだったらもう勉強頑張れるね。うん、よし、じゃあ勉強しよう。よし、カリスマ店員さんもいいよ。みんなも使ってみてね。はい。マインドデュオのデスクライトが欲しくなった人はグッドボタン押してね。また見てね。バイバーイ。カイジャーさんのオリジナルリュックだよ。みんなも一緒に使おう。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。